工学オンラインスクールで大きな成功を収めるためのセオリーをこれからお伝えします。カリキュラムの構築から価格設定、そして効果的なマーケティング戦略まで、成功に必要な要素を詳しく解説していきます。まず重要なのは、ターゲット層のニーズを的確に把握し、それに応える質の高いコンテンツを用意することです。次に、あなたの専門性や実績を効果的にアピールし、受講者に価値を感じてもらうことが大切です。価格設定は、提供する価値に見合った適切な金額を慎重に検討しましょう。効果的な販売方法として、無料のセミナーやウェビナーを開催し、そこから本講座への誘導を図るのが効果的です。受講者の成功事例を積極的に紹介し、信頼性を高めることも重要なポイントとなります。さらに、SNS やメルマガを活用した継続的な情報発信で、潜在的な受講者との関係性を構築していきましょう。決済システムの整備やサポート体制の充実など、受講者が安心して参加できる環境づくりも忘れずに。最後に、常に受講者のフィードバックを取り入れ、講座の質を向上させ続けることが長期的な成功につながります。